わせてください。はい、いただきます。いただきます。何それ、ジョイアのパネ知らないの？12月31日からそれやるの、1日になるときにさ、お寺の鐘それやるなって鳴らすの。え、知らないの、そんな鐘のような音が鳴ってるよね。何やってんだろう、何美味しいの、見てなかった、何食べたの、牛丼、玉ねぎ、全牛丼、そう、どうして、どうして、いつもあはん、玉ねぎ入ってるよ。何なの、ちっちゃく切ってるけど、何なの、よく味わって、嫌なんだけど、入ってるって、にんじん、にんじん、玉ねぎでしょ、玉ねぎって、これあのね、今日ね、トマト切ってるのがね、幼稚園からお手紙来て、うん、5歳以下の人は、なんかピーナッツとかちっちゃくてもアーモンドとか硬いものとか、あのごっくんした時に食べてる時におしゃべりしてたりとか、なんかちょっと鼻すったりとか咳したりとかした瞬間とかに、こうあのお腹の方に入っていかないで気管支っていう方に入っちゃったりとかして、気管支炎とかになったり、なんかちょっと救急車運ばなきゃいけなくなったりし、あと死んじゃってる子も結構いるらしいんだよね。6年間で70何人だろうね、80人ぐらい、1年間に12人とか5歳以下で死んでるんだって。だから硬いものは与えないでください。そしてトマトとかブドウとかは切って、ちっちゃくても切って出してください。手紙が来たんですわ。そうでは、まあ6歳だからね、5歳じゃないけど、それにしても君は早食いすぎて喉に詰まって死んでないように気をつけて。いや、私でもなるのかな、なるのかな、ん、いや、それならないわけではないけど、誰でもなるかも可能性はあるけど、すごい音、聞こえてるかな皆さん、これはマンションの工事中でございます。大丈夫です、うるさいからやめてください。配管掃除の、配管掃除じゃない、配管の工事でございます。まただからうちらのお部屋も水が出なくなったり流せなくなったりするんですけど、綺麗にするためだからしょうがないよね。うん、そうそう、そんなわけ、いやなんかね、でも何年か前にはね、3歳以下だっけ、2歳以下とか3歳以下には、あのアレルギーとか関係なくて、そうやって喉とかに詰まるからピーナッツとかはあげないでくださいって、なんかこう日本から、日本政府わかんないけど、国から言われてのは聞いてたけど、ね、なんか今日もらった手紙だと5歳以下になって年齢が上がってるから、なんだママにさ、よくおやつの時にナッツ食べてるけどね、ああいうのあげないでくださいって手紙が来たよ。ん、3枚もレオとなるママもねでもレオはもうね6歳だけど、うん、でも早食いしないで、うん、でも大人だってさ、間違ったらさ、息するところとご飯食べるところとこう通ってる道途中まで一緒でしょ。だからやっぱその息する方ね、ここに行っちゃったりしたら、こうやってちょっと苦しくなる。あ、こうやってちゃむむれちゃう。ほら、だから食べてる幸にそっち喋るのも良くないって書いてあるの。うん、だってごっくんしてから喋るんだよ。あとさ、ごっくん来た。あとさ、無料チェンジさ、後輩ウィッグだからさ、喋りはしないで食べてくださいって言ってたよ。ね、バナナ汚い、すごい汚い。なんかファンが見た、なんかインターネットのいいねってすごい言われてる、さすがみたいな、いい考えだねって言われてたやつが、給食の時とかに喋るなって言っても絶対喋っちゃうから、みんななんかテレビつけて、テレビとかなんか映像を映して、そっちに向かってみんなで食べるようにしたら、みんなそれに集中してるしから誰も喋らなくなって、すごくいいみたいなこと書いたんだけど、それっていいかなと思って、なんか見ながら食べるってことでしょ。確かにおしゃべりはしないかもしれないけどさ、それがすごくいいみたいな、さすがみたいな言われてたからさ、ええー、と思ったよね。喋、うん、るなっていうのは難しいけどね。あれはどうなんだろう、みんなでさこう丸くなって食べたらどう、大きい丸になってます、離れてるじゃん、隣にはいるけど、あ、隣ってはダメなのか、うん、なんか見ながらっていうのはちょっと嫌だなと思った、母はね、それいいねって言われてたけど、新型コロナウイルスで3月にさ分散登校
だっけ3月、うん、去年の話、うん、ああ3月ぐらいにあったじゃん、うん、それでその時はテレビ見ながら、え、ここで、あ、いや違うな、テレビじゃないや、いや、なんか映し出されて、ね、そういうのじゃなかったわ、それはその前だった、うん、給食の前にそういうのは、ああ、給食中にだった、給食中には音楽が流れてた、まあ、音楽の方がいいと思う、だってその映像を見ながら食べなくてさ、食べてるものを見てさ、あ、これにはこんな豆が入ってて、こんな切り方してる野菜が入っててとか見ながら、食べ物を見ながら食べた方がいいと思うから、音楽の方が絶対いいと思う、それいいね、それいいねって言うと普通だよね、音楽は結構あれだったね、給食の時間って母が子供の時からかかってたけど、母あのさぁ、あのさぁ、ハリカミツヤタイの近かった、うん、あれ本当にナナがおったの、リガン先生手伝ってくれた、ナナ一人おったの、本当、じゃあ後でおってみてよ先生ちょっと手伝ってくれたでしょ、うん、ちょびっとだけね、ちょびっとだけ手伝った、あのね、こんなちょびっとだよ、こんなちょびっとね、こんぐらいかな、うん、うん、こんなちょびっとだよ、こんなちょびっとだよ、トイレしたくなったよね、それでトイレ行ったんだよ、それでね、めちゃくちゃ、体操の時、うん、それでね、めちゃくちゃ急いだんだけどね、それ、終わりました、それで来て、待ってたから、はい、そう行く前にトイレ行ってください、行ったよ、同じの人だよ、行くけど、この4人の中で一番トイレ遠いの量だと思うよね、うんうん、一番近いのは、まあ、それは年齢の差あるからね、7万ほど近いとは言えないけど、量は絶対あんまり出ない方だと思う、あは、うん、私は今日学校で一回もトイレ行ってない、それは水分取ってないからね、あは、うん、あは、私たちよりあは、お茶たちずっと来ちゃう、おかやちゃんがさ、いたからちゃう、こ、おちんちんがさ、おかやちゃん、なんで、ちんちんでしょ、近い、なんで、この顔しないで、何、何が、何がいたって、もっと手ある、何がいたって、やちゃんにいたいた、人、うん、先生誰かがいたの、ほうがにいたから何、いたから、うちのあちにおちゃと遊びした、うん、でもね、なんかね、最近ね、幼稚園の先生がちゃらね、おはようございます、あ、ちゃらちびれたからでね、ちびろうって来たらね、なんかね、次かね、早いからね、どうしようかなって、こうやってね、ちゃらでね、ちびるところに決めたって来た。ちゃらでなんかもちびった。最近ね、レオがね、あの、ようちゃんの先生だけじゃなくて、マンションの人とかね、外で会った人にもご挨拶してくれるおかげで、七瀬くんも最近ね、おはようございますとか言えるようになってきたんだよね、そうそうそう、ママはね、まだ言えないわ、一回も聞いたこと、もしかして言ってるかもしれないけど、声が小さすぎて聞こえないの、そうだよね、うん、そう、おはようございますって言ってるかもしれないけど、聞こえないから、でも、こんな最近はレオのおかげでね、ナナもちょっと言うようになったわね、そう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 、あ、こんな声しないもん、え、たまにね、たまに寝てんの、でもよっちゃんね、声小さすぎるからふふ幼稚園でもね、言ってるからね、うん、お、素晴らしいよ、ななま、うん、母も絶対言うでしょ、母絶対言うでしょ、うん、父は言わないでしょあーは、はいはい、あのちゃん、うん、さっきさ、お笑いしたんだからさ、さっきさ、なんかさ、幼稚園でさ、それと、おりっこみと、お家でさ、シクロとさ、持ってった。うん。じゃあ、食べたら作って。あのさ、さっき思い出したんだけどさ、水分取ってないからじゃないの、水で思い出したんだけど。あは、ちょびっとだけピアノ途中だけどね、まだ夜ご飯の時で言う、あは、あのちゃあ、ピアノできるかも、あは、あのちゃあ、ピアノ途中だけね、こんくらい、こんくらいちょっとねあと全部飲んでやってね
やれようかと思ったら振る。ママも立ち上がったね。こんくらいちょっとね。いや、女性したらでもどっちも手伝わないと。今日さ、習い事の話さ、父と習い事の話しててさ、うん、なんかみんなね、うん、どうしても習いたいっていうのがね、ある子とかがいて、例えば、まあ分かんないけど、スキー習いたいとか、なんかその近くでできないので、どうしても車で乗せていかなきゃいけないのとかあったら、は運転するって話をしてて、うんうん、で父、でもすっごい本当はしたくないって話をしたら、うん、週に1回ぐらいだったらタクシーで送り迎えしてもいいんじゃないとか言ってて、まあいいよって。それもいいなと思って。確かにね。うん、まあそこまで遠くなかったね。1時間かかるとこだったらもう8000円とかタクシーかかっちゃうから、それ無理だけど、行くだけでね。うん、それ無理だけど。え ?4 ぐらいなら。あ、そうだね。まあそこぐらいで。どっちちょうだい。ここじゃないの。で、あとなんか、どういう習い事がいいかなって話で、なんか空手とかね、ここの近くにも結構あるんだけど、うんうん、空手って言ってもレオがどんな感じで練習してとか全然わかんないと思うから、やりたいって聞いても多分わかんないと思うって話で、母が見学とかあったらね、連れてって見せた方がね、やりたいって思うかもしれないから、いろいろ行きたいんだよね、行ってみたいんだよねっていう話をしたら、父、連れてってくれって言ってた。俺連れて行こうかみたいな感じだからね。ええと思って、まあ、なんかいいじゃないか、そういうの。あとなんかどういう習い事したいって言って、父がちょうどなんかあれ、なんか歌のさ、うまい下手みたいなのあるじゃん、あれで見てたから、母が歌習うとかどう、いいねとか言って、歌すごいノリノリで、え、もし4人の中で歌を習わせるとしたら誰とか言ったっけね、レオって言ってなぜに私じゃなくてレオは、いや、みんなピアノやってるからじゃない、レオはなんかスポーツあんまり得意じゃないさそうだから、まあ確かにね、そう、歌の方がいいんじゃないかと。いや意外とうまいかもしれない。いや、まあ確かにうまいかもしれないけどさ、いや、歌ならももちゃんの方がどうもない。いや、今はもも出て、レオじゃなかったらももかなと思ったけど、ももだったら歌以外にはもっといろんなね、ピアノとかもそうだけど、違う分野でもできそうだけど、レオ他になんかあんまりないから、レオ歌おうかなとか言って言ってた時が。でもね、あのね、レオのことを枠にして、フランゲとかね、全然うまくないよ。うん、フランゲとかうまくないから習うでしょ。ちょっと焦っちゃうんですか。母的なものにはやっぱ7体操やらせたでしょ。ももは、まあ、ピアノとかでもいいし、いや、もも何でもやらせたら何でもできそうなんで、やる気し、ね、気持ち次第でね。でも女の子だから本当はバレリーナとかさ、新体操とかさやらせたいけどね。レオはスポーツ苦手っぽいけど、苦手だからこそ水泳だったら誰でもできるから、水泳とプラスなんか水泳はさ、短期教室とか未来行ったね、短いやつとかでもいいから、他にも一個ぐらいなんか、まあ、歌でもいいし、なんかギターでもいいかなと思ってね。ギターは私、まあ、空手でもいいしね、まあ、習字はやるとしても、水泳は短期教室でやるとして未来みたいなね。ああ、もう一個って言ったら、ああ、やっぱりこれくらいやって、空手かギターか、うん、歌かな。ああ、やっぱりこれくらいやって、やったらもうやってるからさ、それでさ、習字もやるって言ってんのにさ、それ以上無理でしょ。ああ、これくらいやって、これくらい無理なものは無理なんだよ。うーん、これくらい頑張れ。ああ、これくらいやって、あは、これやって、これくらいやって、見れる、たまりがやる、なんかよだれだれだね、うん、ティッシュティッシュだよ。なんだレオ、ちょっと前までさ、なんか野菜いっぱい食べる、おかわりおかわりってことでもうこれ言ってたよね、なんか、うん、1ヶ月後この調子だったら最近食べないから、また青汁飲まさないとダメかな。まだあるよ、青汁あるの。あるよ、最近は野菜食べるからさ、あまり野菜青汁出してなかったけど、食べなくなってきたらまた青汁出すわ。確かに青汁最近出すな、うん、でもみんな野菜食べるようになってきたでしょ。まあ、そろそろ買わなくてもいいかなと思ったけど、こうリアリアくんだけまた青汁かな。私も青汁がいい。いや、未来だってさ、濃い牛乳に青汁入れたくないって言ったでしょ。なんか合わないって言ったでしょ。7番言ってたよ、濃い牛乳だったらそのままがいい。あ、7は、うん、母が言ったやつ。豆乳とか薄い牛乳に入れる豆乳もいいだって言ったよね。濃い牛乳あんまりって言って、濃い牛乳だって入れない方がいいって言ってる。薄い牛乳は買ってるから、薄い牛乳は青汁入れならいいけどね、うん、でもみんな濃い牛乳飲みたいって言うしな。まあとりあえずレオくんは青汁だな。で、どうですか、うん、レオくん習わせるとしたら、習字は置いといて、水泳も短期教室になろうとして置いといて、空手か歌かギター、うん、
たらやだ。なんでかっこよくなかった。やだ、ね、もう畑さん出てるしょ、ウィーンって、かっこいいし。あ、ちっかちい、恥ずかしい。歌いながら、まあ、結局ギターやったらさ、歌もやることになるかもね。中から唐揚げジュース歌が、なんだっけ、歌が空手。うん、そう、空手って知ってる。ちょっと肘つくなって縮んで、自分で空手、空手。いや、ただ空手だったら送り迎えしなきゃいけない。はあ、しかも夕方とかに空手教室ってね、だいたいね、なんか仕事終わったおじさんっていうか、そういう人が教えてるのが多いのかな。なんか夕方なんだよね。あと高校生とかも一緒にやるからかな。結構大きい人まで一緒にね、ここへっへっへっやったりするからさ、いろんな種類があるんだよね、空手はね。ヨーグルト食べた。お肉食べた。あ、花も終わりちゃう。花の体操やらせてあげたいけど、それこそね、遠いわ。あそこ行かなきゃならない。あ、空手体操、あのブランチ覚えてる、うん、あそこ行かなきゃならないわ。たまに、去年ぐらいにさ、去年、あ、去年にさ、行ってさ、100均とか、トライアルとか、トライアルとか、あ、あった、ゼリーはなかったでさ、トライアルの中でさ、大きいさ、なめこ買ったよね。豆？大きいなめこ。あー、なめこね、うん、そこまで覚えてるから。それ、未来ちゃんの牛乳も買ったじゃん。ん？牛乳。あと、鬼滅のあれ買ったね。鬼滅？買ってないっけ。あ、それは違うわ。うーん、母が洗剤買ったっけね。母だけなんか買ってずるいみたいに言われたの。いい洗剤だけど。誰が言った？レオかな、なんか忘れたけど、自分たちもなんかおやつかなんか買ってるのに、なんか母何も買ってないじゃん、みんな買っていいねみたいなこと言ったけど、母いっぱい買ってんじゃんみたいな言われてさ、いや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 洗剤ですけどでもなんかガチャガチャとかも言ってたよね、100均で買ったり、ミリアムなんかガチャガチャやるやらないとか言って、なんかね、あの短い鉛筆のガチャガチャやりたいって言ったけど、これやめなさい。でもそしたら母が、あの、そしたら結局やんなかったんだっけ、うん、あ、レオあれじゃない、水のこういうやつ、あ、水こうやってプクプクってなってこう輪っこ入れるやつ、帰りの車でずっとやってたよね。ナナもやってたでしょ、こうやって水やるやつ、でもね、うん、ナナもやる。あれ、未来と父なんか必ずぶ落として、100均でさ、なんか飾ってあったブロックみたいなやつ落としてさ、それは父だよ。あ、父が落としたな。それさ、私さ、下の方持てばいいのになと思ってたよ、スリッパしようと思って心の中でめっちゃ笑あ、ナナとママも何か買ってたよね、何、うん、か忘れたけど、太鼓？違うか、太鼓、太鼓、太鼓、あそこ太鼓買ったっけ、うん、ロハ、ナナもやりたかった、うん、で、みんなおもちゃ買ってさ、父だってさ、歯クリ買ってあげたかなんかして、母、ナナ太鼓借り、私はお菓子は買ったけど、他は買った、あ、あとジュースのね、あの粉のジュースとかもね、あー、だよね、だしコーラーとか、うん、本当にコーラはシュワシュワしてる。ねえ、じゃあ前さ、カイツとくらなんかが、なんかが、ちが、なんかちょ、ちばちばの、あ、音鳴る、音鳴ってる、え、どうなってる、なんか、なんかね、こんなのジュースでしょ、まちゃん、ごっこにしてからしゃべってよ、詰まっちゃうんだって、ね、なんか鳴るって、なんだこのさ、こうやって、あんまなんだけど、これ、こんなこと言うの、それを爪でカチってやってるだけじゃん、そういう人いたよ、なんか母子供の時にこうやって鳴らせないのに、私これ鳴らせるさ、よく目つぶって聞いててねとか言って、目つぶしましたっけ、これ爪行こうってやって、はい、鳴ってるしょとかって言ってる子いた誰も鳴らないじゃん、ハーマンも鳴らない、これ手油っぽい人なのかな、なんだろう、わかんない、カサカサしてる、ハーマン、でも母結構鳴ってる、少しね、どうやってるんだ、どうやってこれ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、これどういう風にやるかまずわからん、これ音を鳴らすことなんていうの、ママはね、ちょっと忘れてた、ママはね、ならない、ママはならないもん、ねえ、あまりならないよ、多分こういう感じでこってやると思うんだけどあのね、なんか嘘っぽい言ってる子もいたけどね、
ちょっと今日遅いんじゃないの？もう25分ぐらい来たら。こちら20分。もういつも終わるぐらいの時間ですよ。あとはね、これだけの。え、なんか野菜まだ来てない。じゃあもうちょっと前に顔出してね。ももちゃん。理想はね、ナナが体操で、ももちゃんはなんかバレエか新体操で、レオは空手かギターやらせてあげたいんだけど、理想はね、まあ、現実は、まあ無理だな。現実は無理。なぜなら、お金がないから。お金はさ、あとは、母が、遠いから。ん？遠いから。ももちゃんのね、バレエならね、イオンでやってる。どこだ？レオもイオンでやってる。え、あの本屋さんの隣にあるの？奥の方に入ってる。習い事のとこがあって。レオも空手ならできそうだし、ギターとか歌もできそうだけど、まあ、イオンとか行かなきゃいけない。まあ、イオンなら。母？いいかな。イオンならいいかな。母？めちゃくちゃ入ってる。そうだよ、今日はね、えのきいっぱい入れました。えのきさんめっちゃ美味しかった。美味しいよね、うん、えのきさん美味しいからいっぱい入れといた。はい、はい、それえのきじゃないんだけど。それご飯明日はもっと入れて。えのき、はは、明日シチューにしようかなと思ってんだけど。はは、その次、はは、はい、はって何でしょうか。はいはい、なんか全然ご飯食べてないからさ。え、じゃあご飯と全然食べて、え、疲れた。え、じゃあ明日じゃあ何するんだろう。ちょっとわかんない、見てないからね。後で見てあげる。でも見ても違うことしたりするからね。ハサミって書いてあるの鍵盤ハーモニカやったりちょっと変わったりするかちょっとわかんないけどね。あら、なんで、先生かね、ミキアマハーモニカやるよってやった瞬間、なくなった。なくなった？なんで？また泣くんじゃない？そうやって。うん。泣いてないやつ。またすぐ泣くんでしょ？またまた。一日に何回泣いてんのね。3回ぐらい泣いてんじゃないの？5回くらい。5回。レフでさえ2回ぐらいだったけどせやでね。年少の時毎日泣いてたもんね。年少の時朝毎日泣いてた。朝ここで、うん、行く前も泣いてるし、帰ってきたら、うん、もうバスの先生に今日も泣いてました、今日も泣いてましたって毎日言われて、今日も泣いてました。今日も弁当の時から泣いちゃってとか、参観日行ったらね、母たち帰った後に泣いちゃってって。それはシンプルに、まあわかるよ、だってレオ一人ぼっちだったからね。それは私もシンプルに、うん、それ帰りたくなる気持ち、全員知らない人と帰ってさ、それはわかる。でもナナもさ、まず2人クラスにいるじゃん。まずいるし、ちょっと上行ったらレオいるし、2人じゃあクラスのナナじゃないのかな。ねえ、モモいる、違うクラスならまだわかるけどさ、そう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 、モモいるのに泣いたら失礼よ。あとさ、一番近くだよねえ、教室すっごい近いよね。モモ、ナナの教室の隣に階段あって、それで部屋でさ、すぐレオって呼んだら聞こえるかもしれないぐらい近いよね、うん、どんだけ近いねん。え、階段登ったらすぐ、うん、え、まず教室の隣が階段だから、そこ登ったらすぐレオの教室だから、うん、うん、そしたらずっとさ、レオってこの上にいるってこと、上、うん、レオってずっと、ね、なに、なに、しかも換気して窓とかも開いてるからすぐ聞こえると思う。ああ、うん、ここ窓開けてたら、うん、あ、でも最近窓開けてないのか、あの空気清浄機導入されたから、うん、加湿器、あ、違う、加湿器は水蒸気か、水分でしょ。なんかさ、ずっと前にじゃ、なんかじゃ、夢でさ、レオのじゃ、2階ちゃんの元じゃなくて、どうせ加湿器は、湿度を上げるってこと？なんかうん、除湿器もあるよ、湿度を下げる。何、どういうやつする、どういう、あの加湿器はなんか煙みたいなのやってたけど、煙とか、うん、そうそう、湯気みたいな、なんかさ、なんならさ、加湿器は何も出てこないよ、そこに水分がどんどんいくから、水たま、タンクに水がたまるので、捨ててまた拭いてたし、たまって、はは、
なんかね、ママさ、いつもいつもさ、食べたらもう変な顔してる。ね、いつも変な顔してるね。やめた方がいいよね。で、ももちゃん、さっきから手を置いてんだけど大丈夫？ヨーグルト取られちゃう。あの、レオとももと味違うんだからね。レオ食べ終わったら、ももの味食べたいって言われるよ。レオと未来のは、フルーツミックス。フルーツミックス。はい、これは、ブルーベリーミックス。ブルーベリーベリーそうだそうだ。レオとミレノは7種のフルーツミックス。7種なんだろうね、わかんないけど絶対バナナ入ってると思う。うんうん、リンゴ、桃とバナナ入ってると思う。リンゴちょっとわかんない、そこまで見てない。バナナと桃は入ってるから。あら、なんだ1番じゃん。あれ昨日グレム1位じゃなかった？最近早くなったね。昨日よりも昨日なんか1位だったね。レオとはどっちどっちって言ったね。違う、うん、いや違う、それは私。あ、私だっけ。え、昨日だよ。私と、うん、そうだっけ。あ、そう、仲良くごちそうさましたんだよね。今日は何人だ。まあ、よかったです。どうせくらちゃん、はい、ごちそうさまでした。ごちそう